お世話になってます。恐怖のお世話になってます。いやいや、もしかしたらいい報告かもしれないし、うん、そうだ、あれかな、二重跳び二回できた報告かな。え、すいません、絶望のすいません。ちょっとマカット、こっち来なさい。ただいま。何、どうしたの。マカは何もしてないよ。窓ガラスなんて割ってないよ。最初は知らないふり。今学校から電話って、あんたが桐山くんにデコピンしたって。いや違うの、それ実は僕やってなくて、主犯はたかし先生。なんか誤解してる。嘘ついて罪軽減。マコトくん、なんでジョークこの粉にしたの。さすがにこのことはお家に連絡します。ああ、家帰りたくない。いっそこのままさくらちゃん家にかくまってもらおうか。電話宣言もマジ憂鬱。あと食べめ、おかえり。あと おかえりじゃなくていただきます。帰宅後ビックビック。お母さん、スマホは？スマホ？カバンの中にあるけど。何？あ、いや、うん、なんでもないよ。電話来たか、探り入れる。ちょっとお便所行ってこよう。今のうちにお母さんのスマホの電源切っとこう。よしよし、これで勝利。なんとか電話取らせない大作戦。次の日先生にツンケン。はい、もしもし。あら、中谷さん、こんにちは。着信が恐怖になる。ちょっと姫様、冗談でしょ。キスの前に目覚めないで、甘かな顔して。